昨日に続いて大会をやります。レーティングが1600切りそうで、ちょっとな、下火ですね。前まで1700弱ぐらいだったのに、今1600ってことはそれだけ負けてるってことなんで、まあ、ここはいつもの読み云々じゃなくて普通に勝ちたいんで打ちます。ローピンがドラ、トン2枚ともスルーしましたけど、まあトン1局であそこでポンしちゃうとよくて、トンドラ1、2000点と普通にいって1000点とで、相手がリーチ来ないっていう約束でもあるんであれば泣いてもいいですけど、泣かないですね。せめて2、3巡目に1巡目じゃなくて、トンが10巡目とかそのぐらいに出てくれるとトンの使い道もあったんですが、ちょっとチートに惑わされてパーピン持ってメンツ手を見た方が現実的だったかなと。まあチーピン引いたりウーピン引いたりすれば使えるんで、この人ドラ切ってますね。かといってマンズの本位置でもない。ちゃんただったら急走トン切らないと思うんですけどね。まあ1-2-3の3色とか4番2枚切り、何か私がまだ読めていない意図があるのかもしれないです。素直にチート言ってる人は6と1できてるんで、かぶりなくいけば、あ、今のパワー1ですね。あ、ちょっとまずいな、今のミスだな。まあ、スッチッソを固めたいっていうので打ちましたけど、ちょっとせっかくテンパったんでリーチですね。まあロン食らいましたけど、あのハイパイをトーンをスルーして面前でリーチいけたってだけでなんか満足ですね。むしろあそこで 1巡目2巡目でトンポンして1000点でロンとよりは、まあ私が勝手に言っている芸術点は高いんで、今のが正しい打ち方と私の価値観で言うと結論付けたいですね。たとえ1巡目にトンポンすれば上がれますよと、2枚ともスルーすると上がれませんよって言われてたとしても、今の打ち方しそうですね。いや、上がりたくてやってるわけじゃないと。差し込みたいんですけど、どうしよう、見よう。リャンズを引いたら、あ、裏めっちゃったと。
その代わりウーワン、スーワン、リャンワンあたり引いたら、あ、スーワンですね、スーワン引いたら判断が良かったと。まあリータンドラさん、これは闇でもいいですね。正直闇でローソー引いてきて両面になったらリーチと。ちょっと今直感で、まあスーソーは出てくる牌じゃないんで、ツモ戦リーチと羽マンが見えたんで、リータンツモドラさん羽マンが見えたんでリーチしたっていうんですけど、これ確かにローソー引きを考えて待っても良かったかなと。あ、こうなるとまあリーチですけど、親の人はトイトイかな。缶が入ってるとはいえ、これはツモ戦リーチで若干みんなが降りてくれて、その間に積もるみたいなリーチなんで、ガンガン攻められると弱いですね。ただ17層通ったんで4層出てくる可能性はあります。ちょっとこれはみんなが攻めてきてるんで、なんか負けたかなっていう感じですね。流局になったらまあ少しホッとするみたいな。通奏がガメられてる。借り点、え、親は問い親は問い問い、左借り点。まあ1局2局ともリーチはできてるんで、まあ、参加してるんでいいんじゃないでしょうか。どうしようもない時はリーチすらできないでトンナン戦終わるとかあるんで、実際にとことんツモが悪いとか、流れって言葉を私は使う人間なんで、流れが悪いとどんなにあがこうが何をしようが、もう測られたようにツモが伸びないと。その逆もあるんで、やっぱり流れって使いたいというか、よくプロで、私はデジタル派なので麻雀に流れなんかありませんと、確率ですって言ってる人も絶対心の中では、あ、流れいいなと思ってますね。ただプロはキャラ付けっていうのが必要なんで、思ってなくてもキャラが必要と。売り出すためには、自分がプロとして生きるためにはキャラ付け必要なんで、思ってないことも周りにバレないようにつき、まあ終始通す必要があるんで、そう言ってますけど 200% 思ってますね。まあちょっと話それますけど、人間の人生みたいに、この確率数字だけじゃ測れないと、少なくとも人には説明できないと自分で思うのは勝手ですけど、人間の人生っていうのは確率だよと。何パーセントの確率で、上ドラ3枚切ってます、何パーセントの確率で何があるからみたいな、一応机上の空論は言えると思うんですね。ただ実際現実でそれをしようと思うと不可能と。流れって言葉を使うか、流れじゃなくて違う言葉を使うかは置いといて、運なりタイミングなり
何か違う言葉で流れを表現してるだけだって、これは先天でリーボをかっさらいに言ってます。今一旦絶対しないトンのみ先天なんですが、2600点くるんで拾いに行ってるだけです。なのでトン早い順目で血泣きをしました。いやあ挙句の果てに転敗じゃなくて上がりすらできなかった。左の一筋層が順当にいけば上がり拾ってた気がしますね。であんまり点数動かず、ここもちょっと同様で吐く一泣きポンです。ちょうど親の連チャンもあるので、吐くからしか泣かないですね。 C1 チーとかリャンワンチーみたいな。ちょっと今いいツモしたんで、もしかしたら面前リーチまでありえますね。ゴロチは難しいな。ポン C1 とウーワンの勝負なんですが、私はこう打っちゃう。赤ウーワンあるのと、いやー痛い。これ、まあ、直感が鈍ってたとかっていう言葉でしか表現できないんですけど、感が 悪かったとか。ちょっとミスったんで、しごろの方に移行して、789とゴロチ泣いてるってことはもう自敗ですね。ってことはチュンかな、トンカチュンですね。せめて手牌にアンコで持っててほしいですね。今からトンチュンをポンっていう行為だけは、一応これ10級の人だったらまあいいんですけど、経験者だと思うんで、実際の麻雀でも別にこの強者の段位がどうこう言ってるわけじゃなくて、そんだけまあ強者に行くってことは、麻雀 MJ を多分5回10回しか打ってませんじゃなくて、100回200回打ってますよっていう人だと思うんですね。そういう人は多分実際の麻雀でも打ってる人なんで、あんまり後付けしてほしくないなっていう自分の希望があって、そういう発言が出ましたけど、まあ、実際は分かんないんで、手の中で一通ができているとか、手の中で自敗はもうあんこなんで、僕はただ泣いただけっていう可能性もありますし、これ吐く一泣きですね。虎表自敗に吐くがあるのと、私の形がウーソーキューピン吐くってあんこにしていかないとリーチできないんで、それか2枚落としていくか。なので、まあ、白は致し方なしのポン。できれば、リーチで白のシャンポン待ちをしたい。それか白2枚落としていくなんですが、少しちょっと、ルーピンにくっつけて、この辺、きれいにしたいですね。親なんで、ここは別に降りてるわけじゃないんで、ハクもポンですね。毎回言ってますが、私はハクからしかはポンはしないです。もしかしたらウーピン2枚とも落とす可能性ありますね。安牌だし、この手1500か2区ぐらいしか見えないんで、ドラ1枚ぐらいいらないと連チャンできるんであれば、やってないですね。白
いやこれ痛いな。ちょっと上がれると思って打ってたんで、5200。4900差。52ですね。初本一ドラ1、8000。3番からだったらチーをして本一1本でいくかもしれないけど、難しいですね。チー取りも見えちゃうし、ドラのウーソーだからロウソー切りたくないし、むずいな。ちょっと私の打ち方の都合上、チートイはできれば拒否していきたいんで、チートイにならないように崩していきたいんで、ローピンがドラ、リーチ、イーペーコー、ドラ1、5200。 C1 から入ったらリーチですね。この形になると初は泣かないです。スーワン入ったら本一にでも行こうかなと。ただそんなに流暢に構えてる曲でもなくて、本当はスピードを意識した方がいいんですが、まあその辺はリーチ、ドラ1、まあ裏ドラ期待のリーチしようかな。ちょっと裏ドラか積もればいいだけなんで、ちょっとリーチだな。缶ドラ缶入ってるんで、まあ裏ドラ1枚ぐらいは乗ってくれるだろうっていう。あ、リーボも出たし、リーズもドラ1親かぶりで逆転なんで、まさか。いや乾杯ですねこれは。お、パイマンだと親かぶりで8000引いて、あ、3茶か。まあ、悔しいですね。ただ打っててそんなにミスった感が自分ではしてないんで、まあ向こうの手作りが上回ったと、あと運の量も向こうの方が上だったという感じですが、まあバロメーターがどんどん下がる、マイナスも増えていく。ちょっと8半チャン打つのは難しそうですね。あと1回しか打てないし、あと3連発トップ取らないと基準に満たないです。まあこんな1局でした。どうもありがとうございました。